ってるから油断しないで。師匠に師匠の後に俺がしたら俺がなんまらいじめって泣きながら褒めてもらえる中盤まではね、中盤まで行く中盤そこから外に外に使えば直されるだけで今そこに入ってからそのまま、テニーのちょっと前半で持ち足の使い方前に行き過ぎなくて、ケツがでかい人、ケツがでかいんだよ。伸びのあんちゃんじゃねえんだから。床もっかみたいな。床もっか入ってるじゃん。なんか変だなと思った。